ジョジョ園弁当が出てますよ、はい、確かに美味しい、高そうだし、ね、高そう仮面ライダーのけどずっとポパイでしょ、ポパイだね、はい、うん、もうどれ行っても美味しいですよ、ね、いやそうなの。まあ、悪役というかその相手役やります。え、本当事務所に何とか言ってやります。いいんすか。はい、お願いします。ロケ弁会議。突然なんですけれども、はいはい、脚本打ち合わせでちょっと想像よりもちょっと早く終わってしまったんで、ちょっとねロケ弁についてちょっと話していこうかなと思います。うんうん、あの田口さんって現場に脚本家さんって来られることまあ少ないんですけど、うんうん、田口さんってねまあ来るんですよ。まあ来るから結構、ね、まあ、いろんなロケ弁知ってると思うんですけども、はいはいはい、お弁当によってその現場の質が出るというか。まあそうね。いやありません。あるあるある。このねいろんな予算の、まあ、ドラマやら映画やらあるんですけど、何、うんうん、こんなお弁当出ちゃうみたいな。あ、確かに、ね、まあ、ことにもなったりするんですけど、うん、本当ね、こうなんか役者の人もお弁当には空気読むんですよ。はいはいはい、なんか高いお弁当出てると、うわすごい制作人。安いお弁当出てると、まあしょうがないよ、ね。まあそうだよね、うん。って言いながらも文句言わずには頑張るのがそのなんかロケ弁じゃないかなと思うんですけど。そうだね。テレビとかでよくバラエティ番組とか紹介されてるのって、うん、あれって結局テレビ局に。持ってきてもらうから、はい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 、都内のいろんな有名なとこが来てくれるけど、はいはいはい、ガロとかライダーとかって、うん、東京じゃないところまで遠征して撮影とかするから、うんうん、そういうのは持ってきてもらえなかったりするんですよね。地方のそのお弁当を用意してって形になりますね。そうだから結構、うん、一度しか食べたことないのもあるし、うん、で逆に都内に帰ってきて撮影する時とかに、うん、その有名なやつが出たりとかしてみんなテンション上がったりとかね、はい、あのね、うん、もうねその最たるお弁当、おうおう、まあ、この間舞台の現場だったんですけど、はいはい、ジョジョ園弁当が出たんですよ、はいはい、なんか知んないけどみんなジョジョ園弁当ってなんかブランドあるんですよ、なんかある、ね、役者の中あるあるある、うん、そのジョジョ園弁当が出たらもう拍手が起こる。確かに美味しい。高そうだしね。高そう。今日は、うん、そのロケ弁どんなのあるかっていうのを多分視聴者の皆さんってロケ弁っていうとただの弁当なのって思うと思うんですけど、ロケ弁とは何ぞやみたいなのをちょっとね用意してもらったので。なるほど。そちらの この役者が普段食べてるロケ弁みたいなのを、ね、3つ、うんうん、用意していただいたので、はいはい、ちょっとそれ見ていきましょうか。はい。温かいお弁当が届いてすぐ食べられたら美味しいんだけど、うんうんうん、まあそうもいかないじゃない、撮影が押したりとかって。それなんで最初から冷たい状態になって食べるのが前提のやつの方が僕は好きで。なるほど。崎陽軒、はい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 、そういう方が嬉しかった。なるほど、ね、もう冷めた状態でも食べれる。そうそう。いやそうなんですね、うん、温かい状態でまず食べれないんでロケ弁。そうだよね。だって12時に飯ですってなってても撮影次第ではもう飯をしねーですって気づいたら2時になってるとかあるでしょ。全然あるので、うん、最近お弁当であた、うん、なんか温められるお弁当があるんですよ。いやその場でプシュッって聞いたらあったかくなるみたいな。あれすごいなと。すごいね、うん、思いましたね。ただ温めるシステムにお金かかってるんで、内容量がもう満足ですってぐらい食べれた時はまだないです、ね、スタッフの人って動き回って汗かいて力使ってたからこんなんじゃ困んだよね。本当ね。もう少ない。特にアクションの現場だともうお腹空かせ待ってますからね。そう皆さん。クリエイティブママね、あの紙に入ったさ箱のよく出たよね。いわゆるだよね。まあノーマル。肉か魚かっていう選択肢ですね。そう。朝食のおにぎりっていうとみんなポパイの方をイメージする人が多い。ね、ガロは立花だった。はい、あの。なんか竹そう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 竹みたいな。そう。ああ、いやあれ美味しくないですか？そう、俺も立花派で。いやどうしよう。ポパイさんが見てて、ね、それなんか怒られたらちょっとまずいんですけど。仮面ライダーの時はずっとポパイでした。ポパイだね。はい。うん、毎朝6時5時とかに食べるご飯が、毎回同じものを食べていくときっとね、皆さんも美味しいって感じるようになると思います。本当に。カツサンド。そうですね、カツサンドのイメージですよね。そうだよね。しかも食事というより軽食っていうか、うん、陣屋推しになるとか、うん、ですね。なんかそういう時に11時12時ぐらいに来た時にめちゃくちゃ嬉しいもの。そう毎戦丸ごと1個バーンって入る。はい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 。カレーといえばね、僕ねあれね毎回ね
ちょっとお腹空いた状態で終わるんですよね。毎回ちょっとの空腹感が残ってそのまま撮影続けてる感じですね。ちょうどいいんじゃないの。でもそのぐらいでかもしんないですね、うん、僕割と食べる方なんで、まあ、そうかもしれない。そうだね、トリキューはね、あ、もうね、うん、あれ最上位ランクに行くやつじゃないですか。そうそう、トリキュー。そうなの、僕の生まれた蒲田、はい、大田区の蒲田にあるお弁当屋さんで、もう小学生ぐらいの時から食べてて、うん、誰がロケで出ると飛び跳ねて喜んだ。本当に。あれなんか冷めてもめちゃくちゃ美味しい。そうそうそう。だからさっき言った部類だよね。うん、冷めても美味しい部類だから。うん、3つぐらい種類ありますよね。なんか。そうそう。種類もたくさんあって、で毎回どの種類選ぶかめちゃくちゃ迷う弁当。もうどれも食べたいから。ああ、そうなんだよね。うい。あ、いいとこ来ましたね。話題に出たやつ、いいとこ来ましたね。よく集められましたねこれ。なかなかこれあの三大巨頭ぐらいな感じですよこれ。そうそう、みんな喜ぶやつね。みんな喜ぶランキング、これあの5本の指に入るところが。じゃあまずここからいこうかな、うん、じゃあこれも多分みんなね知ってる、知ってるし多分、うん、駅弁とかでも食べたことあると思うんで。ちなみに僕ね、あの猫の額ほどワイドっていう番組で、はいはいはい、多分おそらく崎陽軒さんのやつとか撮ったりとかするんで、僕絶対これ悪口言えない。そうか、神奈川。嘘です。そうだ、ね、あの悪口も何も普通に言えないです。あのここはもう、そうだね、マジで間違いない。こう、おー、いやーこれね、これ全部うまいんだよねこれ。これね、俺あのシウマイ弁当なのに、うん、言ったら怒られるかもしれないけど、このに魚とタケノコが好き。わかる、メンマめちゃくちゃうまい。これね、そうそう、めちゃくちゃうまいんですよこれ。じゃあもう崎陽軒さんなんで、僕じゃあこれ食べますね、はい、まずね、僕ね、シューマイから行かないんですよ。あ、こっから行っちゃうんですよ。いや、わかるわかる。そうでしょ、そうでしょ。これから行っちゃう。わかる。めちゃくちゃうまい、うん、まあ、撮影する気になってきた。あ、撮影できるかも今から。いける？ちょっと行ってきますわ、ね、ってぐらい、うん、もう醤油かけずに行きますよ。はい、かけないで行くの。羽根、あーもうね、シューマイ食べてこっち食べたかったの、うん、これこれでね、悪魔の食べ物だと思うこれ。いや、ほんとね、うん、もうちょっと入れてくれって思うね、うん、あのこれだけの弁当でもマジでいい。半分ぐらい、半分ぐらいね、タケノコ。これ最強。なるほどね、はい、崎陽軒のシューマイ弁当、本当にこれはもう、ま、マジで間違いない弁当。860円のお弁当が、まあ、確かに価値は、価値はあるけど、価値はある、ね、毎回このクラスのをちょっとスタッフとかね、みんなにっていうのはなかなか行くね、うん、金額がね。あのね、皆さん高田とか思うじゃないですか、スタッフ例えば40人いるとするじゃないですか、うん、毎回ごとに3万で、ね、そう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 、昼夜行ったらまあ6万、朝ごはん入れてまあ約10万弱ですよ本当に。これは毎回毎回ロケごとに飛ぶんで、これが30日90日ってなったら大変なことになるわけですよ、うん、多分このクラスが毎回来ないってことは、いかに他のドラマの現場ロケ弁節約してるかですよ。いや、そうだね、うん、いくら予算なんだろう、多分500円とかじゃないかな。あ、聞いたことあるね、600円だの600円、お茶付き600円みたいな話って。お茶付き600円って、うん、90日取るとして、うん、その間何回も頼むから値引いていただいてるみたいな。単発で一元さんだと多分できないんだと思うんだよね。そうなんだよ、だからご飯カサッとしてるとか言っちゃいけないんで。これね、うーわうーわ、このね、白い揚げ物が竜田揚げね、うん、でここに焼き鳥が、うん、で肉団子ね、これももうどれ行っても美味しいっすよね。いや、そうなの、あ、そっから行くんですね。あ、そうそうそう、なるほどね、これ、ね、ちょっと場所取ってますからねそいつ、うん、やっぱうまいね。やっぱ冷めても美味しいご飯になってるんで、うん、それがやっぱ食べやすいかな、うん、もう昆布が好きで、あー、わかる。あとじゃがいも の, あの煮たやつが入ってるね、うん、必ずね。それは僕最後に食べますね、好きなものから食べるんで。そっちか、僕と逆だね。どうでもいい情報だけど、他に食べないものありすぎてそのじゃがいもが一番最後になっちゃうんですよ。あ、なるほどね、うん、800円です。えっ、こっちの方が安いの。あ、そうなんだ、なんでだろう、マジか。まああれか、
鶏肉専門でやってらっしゃるから こっちだといろいろ入ってるでしょ、魚もとか。うわ、はい、じゃあラストカレーですね。来たね、さっき言ってた、うん、これなんか中辛って書いてますけど、これが甘口のバターだったり辛口のバターだったり、結構辛さが現場で選べることで多いんですけども、大抵甘口が残ってるんですよね。あ、そうなんだ。大抵甘口が残ってます。あんまり考えてない、うん、出たじゃがいも。これね、なんでここにじゃがいもなんだろうね。わかんない、本当にこれがね、わかんないんですよね。みんなに覚えてもらえね、じゃがいものやつ。確かに、あれ食べたい、じゃがいものやつ、じゃがいものカレーみたいな、うん、バターがね、あの、うん、セットでついてるんです。ただこのバターじゃがいもで使うのかカレーで使うのかちょっとなんか選べるみたいな感じのノリだと思うので。あ、そういうことか。まあ、大抵、まあ、じゃがいも、じゃがいもかな。じゃあこちらいただきますね、うん、こうやって食べるはずです。あ、かけないね、こうご飯すくってこっちすくって、はいはいはい、うん、まこれはね、外れないね。うん、ま、しかもなんか今回ご飯結構大盛りになってる気がする。なんか結構大盛りもらえてる。あ、そうか、さっきね大盛り無料なんで、うん、大盛りにしてる。あ、盛り無料。あ、大盛り無料、うんうんうん、え、毎回大盛りにしてくれたらよかったのに。あ、でもほら、食べられない女性のスタッフとかさ、食べきれないから、ね、男性と女性も同じでロケ弁になるんでね、まあ仕方ないですね、うん、いやーマジか、大盛り無料、大盛りになってる、すごい。このね、カレーだけはなんかロケ弁の域を超えて、もう店で食べてるような感じ。まあそうだね、うん、あれに近い、ケータリングに近いよね、うん、できてる、作ったものを出してるっていうのはね、はい、非常にコクがあってめっちゃ美味しい、そのまま、うん、1350円です。するな。1350円、じゃがいも抜いたらいくらなんだろうな。抜けない、抜けないでしょ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね、久しぶりに食べたな。撮影ちょっとしばらく行ってないもんで、うん、ピンクの特撮でも、はい、出したいですね。ああいうものがね、ずっと出てればみんな。ただまあスペシャルな時にしか出せないかなっていうのはちょっとありますね。そうだよね、さすがにね。やっぱりあの結構あのレベルの弁当ずっと出てくるのって、もう本当マジごくわずかっすよ。あと思う、本当にごくわずかと思う。なんかドラマって結構華やかなところあると思うんですけど、見てる皆さんは。でも結構現場失踪あったりとかするんで、やっぱり絞るとか絞って制作してるっていうのがやっぱり最近の、ね、最近っていうかもう50年ぐらいずっとそうですよ、うん、目に見えるみんなに届くとこにお金をかけるべきだってことなんだと思うんだよね、はい、そうだね、スーツとか衣装とか、はい、僕はね、うん、崎陽軒さんも美味しいんですけど、トリキュー、うん、あ、すごいですね、あのクラスがね。安くてうまいってやばいですよね、うん、そうそう、たびたび出たらみんな喜ぶだろうな、うん、うわ、ここ3つ出たらすごいな。確かにね、はい、出してあげたいね、うん、クラウドファンディングやってます、やってるじゃない、はい、あれでちょっとこの、なんだろう、言い方が難しいんだけど、頑張るスタッフ、キャストのためにお弁当代を募集するみたいな、どうなのかな、水とかそういうものになって、みんなの血肉になっていくっていうあの助け方、ね、まあ、僕は僕でなんかちょっと違うところで、うん、この企画大きくならないかって、まあ、もちろん動いてますけど、うん、まあ、クラウドファンディングの後押しっていうのは、まあ、相当あの勇気づけられるものでもあって、うんうん、もうすでにかなり応援いただいてるから。そうだね、ちょっとなんか悩むところですね。あ、うん、そうか、ロケメンコース、そうそうそう僕たちの活力になりますっていうちょっと見えないリターンではあるんですけどやばい、超見えないし。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。